アムちゃん。はい、皆さんこんにちは、アイアムです。今回はメビウスファイナルファンタジーの実況をやっていきたいと思います。今回はカード召喚するんですが、星4確定超大召喚という超得な召喚が1日1回限定、星4ニューカード1枚召喚確定ということで、お得なガチャっていうのかな召喚が来ておりますので、こちらを引いてみたいと思います。召喚チケット3枚と魔石1500個を消費してカード6枚を召喚しますということで、召喚チケットが今3枚あったのでプラス魔石で引いていきたいと思います。いやー、どうだろうどうだろう、いいカード来てほしいな。星4カード1枚しかないから星4カード1枚しかないからね、何が来てもなかなか嬉しいです。お願い。おー普通に、ね、1枚だけ来るっていうプラスアルファとかないんだねまあ、これジョブカードも1枚あるということなので、早速いきたいと思います。おー、レプラコン、これが星4です。やった。レプラコンは土のシードを多く生み出します。アースフォース一定ターン土エレメントの出現ということで、土強化ですねなかなか土、相手というか敵が風の時は土が弱点になるんですけど、風、ボスでね風に当たるっていうことが多かったので、風属性のボスの時は使えますね。連れていくといいなと思います。いいですね。オートアビリティが HP アップと土強化ということで、次、あ、次も新しい、おー、ライリー、星さんですね。アースブラスト、こちらも土属性ということで、土のシードと闇のシードを生み出します。アースブラスト土属性の範囲攻撃なので、単体攻撃よりも効率がいい時には連れていくと便利ですね。おお、ワルキリーニューカードです連れてる人多いですよね。水のシードと闇のシードを生み出します。氷の波動エンジャー系範囲攻撃です。範囲攻撃ね、自分が持ってない時にフレンドさんで選ぶとすごい役に立ちます。うっかりピコーンってのが来ちゃいましたけどピコーンってのに来たのにびっくりして反応ができなかったけどこれいいやつですよめっちゃいいやつ、踊り子、いいやつというか新しいカードですね。前の前のガチャでめっちゃ狙ってたやつです。嬉しい。おお、レンジャー系ですね。なんかレンジャーがだんだん活躍どころが、最初育ててたんですけど活躍どころがなくなっていってしまうじゃないですか。踊り子、 HP が高く強靭な足腰で持久戦に耐える、リズミカルな攻撃で魅了しつつクリティカルも狙うということで、水、風、土ですね。あ、土今回読んでたやつ使いますね。単体攻撃、必殺技ですね。単体攻撃、舞いながら何度も攻撃し敵を苦痛に踊らせますです。かっこいい、なんか今ね、黒魔導士を一番手として私よく使うんですけど、一番集中して育ててるんですけど、黒魔導士ね、顔は見えないんですよせっかくね、イケメンなのに顔が見えないので、ちょっと残念なんですけど、これは顔が見えますね
い、ということで今回はカード召喚を加わりさせていただきました。新しいね、信用カード、まあ、確定なんですけど確定カードがゲットできました。で、踊り子、新しいジョブカードまで来ましたよ。ジョブカード、しかも狙ってたやつが来たので、これは力の入れ具合を黒魔導士からちょっと浮気するかもしれませんけど、育てていきたいと思います。ということで今回はミミズファイナルファンタジー、カード召喚をさせていただきました。この星4確定大召喚というのはですね、今日月曜日なんですけど、今日の夜23時59分までなのでまだ引いていないという方は忘れずに1回は引いておくように引いておく方が絶対得だと思いますので、ぜひぜひ引いてみてください。ということで、あやむでした。あむちゃん、また次回もお楽しみに。バイバイ。